川端です。よろしくお願いします。今回は2023年中央大学杉並高校の最初の一問ということで、これを解きなさいということですね。年号の数字がねたくさん出てきてますが、まあ例えばですね、私はこうやって考えました。最初の2つ取って2020でくくれるなというふうに考えて、2020-2021-2019 と。で、後ろの2つは2022が共通してあるので、2022でくくって、-2021-2023 と。そうすると、ここを計算して、2021-2019 で2となり、2×2020 で4040。で、こちら側が2021-2023でマイナス2。マイナス 2×2022 でマイナス4044と。したがって答えマイナス4という具合に出すことができるということです。私はこのように解きましたが、皆さんはどう解きましたか？ぜひコメント欄で教えてください。以上で解説終わります。では。